三本島は、伊豆半島南部の静岡県下田市の沖、下田港から南へ約1 1ル、伊色崎からは、東南東へ約9キロメートル離れた太平洋上にある島である。下田市に属する無人島で、静岡県の最南端にあたる。面積は約0.1平方キロメートル、最長部の長さは約400メートル、最高点の標高は32メートル。 三古本島を東大形成された時期は定かではないが、もともとは伊豆半島の一部であったものが周囲の沈下により島になったと考えられており、本土からも近いことから伊豆諸島には含まれない。古くからたびたび神社の祠などが置かれては強い風や波により失われてきたとされるが、流傾者や東大の関係者を除けば人が定住していたとの記録はない。 岩礁場で、植生は、ごく少なく、風や波の影響が大きい上、水源もないためキャンプは困難である。連絡船の運行はなく、上陸する場合は、周辺の港で釣り船をチャーターする必要がある。マグロや、カンパチなどの大物も上がる釣り場として、また種目ザメ、いわゆるハンマーヘッドシャークの大群が見られる、世界的なダイビングポイントとしても有名である。 夏から秋にかけて、時に、数百匹の下ザメの群れを確認することができる。雑踏クジラや、マッコウクジラ、赤帽クジラか、イルカ類なども、近海を通過する。また、世界歴史的、東大百選にも選ばれた、三駒と東灯台を要する島として名高い。灯台の光はおよそ20回入り先までも届き、周囲に浅瀬の多い、この海域の安全を今も守り続けている。 ありがとうございます。